ウィンターがタンとマルクス・ショーエンを中心に結成。マーチン・モリンは、ビブラホンと、電子楽器とビンテゴットンの特徴とも言える風変わりな、電子楽器を専門とする。エベリーナ・ヘグルントは、鍵盤楽器を、デビッド・ザンデンは、ベースを、マーカス・シオバーグは、ドラムを専門とする。2012年後半に、デビュー作、ソマン・ホゲルを、2013年にデビューアルバム、ビンテゴットンをリリースした。 2014年12月から2016年3月、マーティン・モーリンが中心となり、鋼鉄の玉を使って楽器演奏するオルゴール、マーブル・マシンの構想、制作過程を記した YouTube ビデオをアップロードした。マーブル・マシンは手動で動く鋼鉄の玉を使った機械楽器である。フィーダーを用いて、オルゴール上部へと玉を持ち上げる。玉は、プログラムを元に開閉するゲートを通って、 機械内部を落下し、機械下部に設置された楽器を叩き、音を奏でる。弾を使って、ビブラフォン、ベースギター、シンバル、およびエミュレートされたドラムの音を奏でることができる。マーブルマシンの完成ビデオは2016年に発表され、1億4300万回以上再生された。2016年に完成したオリジナルマーブルマシンの完成から10ヶ月後に、マーティンは、 オリジナルの機械を分解し、ツアー用の新しいマーブルマシンを作る計画を発表。マーブルマシンは、マーティン、設計、制作を手掛けるエンジニアデザイナーチーム、そしてファンからのサポートによる作成されている。オリジナルマーブルマシンは、オランダのユトレヒトにある博物館スピールクロックに展示されたことがある。ありがとうございます。